セブンアイホールディングスセブンフィナンシャルサービスセブンカードサービス株式会社セブンカードサービスは株式会社セブンアイホールディングス参加の株式会社セブンフィナンシャルサービスの子会社で金融事業を行う企業である現金決済専用の IY カードクレジット機能を有するセブンカード電子マネーの7個といったサービスの運営を 行っている。会員募集などを除くクレジットカード全般の業務は、株式会社 JCB と三菱 UFJ ニコス株式会社にそれぞれ委託している。即日発行サービスの審査などの一部の業務は JCB や三菱 UFJ ニコスにノウハウがないため、株式会社プロセントに再委託し、同社のノウハウを利用している。2010年3月、 セブン &IHD とクレディセゾンによる包括的業務提携に関する基本合意がなされ、総合、西部の提携カード事業を統合する包括的業務提携に関する契約締結が同年9月10日に発表された。また、同17日にクレディセゾンの完全子会社としてセブン CS カードサービスが設立された。合意に基づき、翌2011年4月1日、 クレディセゾンから、総合、西部提携カード事業が、セブン CS カードサービスに分割上とされ、また、セブンフィナンシャルサービスが、セブン CS カードサービスの株式51%を取得して、合弁事業化した。IY カード、サービス発足以前にも、日本審判及び JCB が、発行主体となる提携カードとしての、イカードが発行されていた。 IY ポイントカード伊東洋稼カドと伊東洋稼カド大マルの前提で利用可能な現金専用のポイントカード。県面は白色で100円ごとに1円相当の1ポイントが付与される。2011年3月に新規発行受付を終了。通常ポイントは即時加算されるが、初めて利用する店舗や複数の店舗で利用した場合は利用日の翌日に合算される。 2020年3月31日をもってポイント加算終了。2021年3月31日にポイントの使用が終了される。電子マネー7個を発行している。サービス開始当初はセブンイレブン店舗でのみ入会受付をしており、コンビニ店舗でのみ利用できた。IY カード、セブンカードカードの種類グループ外において日本郵政公社と提携し、 郵便貯金のキャッシュカードの機能を加えた、ゆうちょ IY カード JCB 及び、ゆうちょ IY カードビザも発行していたが、ゆうちょ銀行が発足してからは発行していない。IY カードサービス、ゆうちょ銀行の両社間協議により、これらのカードは、その有効期限に関係なく2008年8月31日を、もって使用できなくなり、 取扱い終了日までに IY カードと U ちょ IC キャッシュカードの2枚に分離発行する措置が取られた。電子マネー対応状況。ありがとうございます。